ファンの皆様おはようございます。本日も朝早くからボートレース玉川お越しいただきまして、まあ、しかも本当に今日は冷たい雨の中ですけれども、こんなにたくさんの皆様お集まりいただきまして本当にありがとうございます。この後ビーナスシリーズ第18戦コレマサプリンセスカップ出場選手紹介始めてまいります。改めまして私司会進行を務めさせていただきます伊藤正明と申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。さあそしてですね、本日もお手伝いをいただきます絆見祭りに扮しましたコスプレイヤーの三月凛さんです。どうぞ拍手お願いいたします。さあ改めてですけれども皆様にお願いを申し上げます。感染症対策といたしまして、ファンの皆様と選手の健康と安全を考慮してのイベントということになっております。選手紹介、選手への花束を渡すなどのことはできないことになっております。選手に近づいての交流ができませんので、ぜひともねステージ前にこう呼び止めたりなどはなさらないようお願いを申し上げます。では準備整ったようでございます。皆様の準備の方もよろしいでございましょうかね。はい、そうですね、写真の方もぜひとも準備をいただきまして、それでは始めてまいりましょう。ビーナスシリーズ第18戦コレマサプリンセスカップ出場選手紹介のスタートです。それではまずはドリームメンバー以外の選手を登録番号順にご紹介をしてまいります。トップバッターこの方からです。内寄りのさばきはもちろん、センターコースの攻撃も健在です。埼玉からの参戦は中里優子。おばちゃんから始まります。51歳まだまだ頑張ります。頑張ってください。今季で4期連続の A 級勝率、すっかり安定性を感じさせるのは群馬今井由里。おはようございます。いつといつと頑張ります。次は松本工務店の社長です。前節戸田では混合戦の中オール3連隊で準優勝、新秋への登場です。群馬から松本脇生。おはようございます。今節も一生懸命頑張ります。皆さん M の掛け声は覚えてますね。いきますよ、せーの、 AAM。 素晴らしい、皆様最高です。松本脇生選手でございました。続いてこの方です。内寄りの船券信頼度は非常に高い A 級レーサーはこの方、山口から津田博恵。おはようございます。頑張ります。頑張ってください。近況トーチは年1回の参戦でも男女混合を含め3連続のセミファイナル進出、静岡山下勇樹。おはようございます。精一杯走ります。お願いします。ここ多摩川は実におよそ10年半ぶり、トータルで10回目の参戦です。長崎から滝川真由子。おはようございます。最後まで一生懸命走ります。頑張ってください。9月のオールレディースでは予選突破、道中の競り合いはしぶとさを見せます。地元東京、中澤ひろな。おはようございます。いっそいっそ大切に走ります。よろしくお願いします。今季は自身2回目の A 級レーサー、確かな気持ちで正面からチャレンジ、こちらも東京、後藤美久。おはようございます。多摩川大好きなので一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。昨年は初優出もあり勝率は5点間近、これまさでもファイナリストを目指します。こちらも東京、高石里奈。おはようございます。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。レース復帰4節目、今年の初出走で着実に新たな一歩を、こちらも東京、西舘美里。おはようございます。今できることを精一杯やっていきます。頑張ってください。崩れも少なくなった近況、年末トーチの悔しさは今節晴らします。東京続きます。黒沢恵。おはようございます。いっそいっそ大事に頑張ります。応援よろしくお願いします。8区ビルの A 級復帰、波に乗ると連勝もあり、今日は1レースから注目、群馬八寸水木。おはようございます。いっそいっそ集中して走ります。頑張ってください。今年は元日白星からスタート、トーチはおよそ3年2ヶ月ぶりの参戦です。岡山前原知花。おはようございます。今節で29歳になります。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。頑張ってください。おめでとうございます。
今季適用勝率は 5.30、 A 級へあと一歩。玉川は少し久しぶりの登場、東京寺島美里。雨にも負けず寒さにも負けず熱いレースしてきます。おっしゃー、応援してください。続いてこの方です。すでに今季は1着9本、決め手に磨きをかけて初 A 級にもアタック、東京渡辺真奈美。おはようございます、頑張ります。頑張ってください。トーチレディースチャレンジカップ出場こそが実力の証、復権の2024年に。埼玉からは中田由紀。おはようございます、最後まで頑張ります。ここが今年の初出走、デビューの地これまさで改めて足跡を刻みます。東京梅内ゆきな。おはようございます、一節間頑張ります、よろしくお願いします。初優勝に G1 初一着、周年記念も味わい飛躍の木は熟しました。佐賀尾橋瑠璃花。おはようございます、まずは優勝目指して頑張ります、応援してください。年末はこのステージを盛り上げてくれたこの方、今節も大きなエールを、東京白石亜美。おはようございます、先月のトークショーで言ったことを実現できるように頑張ります、お願いします。頑張ってください。慎重なスタートの中にも昨年1着数はキャリアハイ、さらなる心境を、地元東京下野京花。頑張ります、頑張ってください。道中の握り舞いは男子猛者とも互角に渡り合います。静岡柴田桃枝。おはようございます、最後まで諦めないでレースします、応援お願いします。我慢と辛抱の昨年を経て今年は成長した姿を見せます、長崎山口真希子。おはようございます、最後まで一生懸命走ります、応援お願いします。9月のトーチオールレディースは予選突破、20歳の集いを終えての初めてのレースは山口野田彩香。おはようございます、今節は同期がいて心強いです、頑張ります。地元と同じ淡水面、2度目の玉川で活躍を誓います、大阪山下奈央。おはようございます、こんな大雨の中来てくださってありがとうございます、精一杯頑張ります。頑張ってください。前回トーチでは5コースまくりで4万円超えの大穴提供がありました、東京佐藤穂乃香。おはようございます、髪の毛みたいなふわふわなターンしないように気をつけます。ここ玉川は一昨年のリップルカップ以来およそ2年ぶりの登場です、福岡森田理子。おはようございます、最後まで一生懸命走ります。自力強化は明らかな近況、初のこれまさでも注目の存在です、同じく福岡から米丸のえ。おはようございます、玉川初めてですけど思い切ったレースします、よろしくお願いします。頑張ってください。地元ミッドナイトでつかめなかった今年初一着をここ玉川で、長崎北村ねね。おはようございます、玉川初めてです、同期も3人揃ってるので一生懸命頑張ります、お願いします。沖縄出身の19歳、玉川は4回目の参戦で大いにアピールを、福岡上里琴音。自身初 A 級昇格で注目高まる一人、休み前の人暴れを、静岡大阪部有沙。おはようございます、兄弟子からのバトンタッチを受けて頑張ります、よろしくお願いします。頑張ってください。最近半年3号艇の2連対率は 50% オーバーです、売り出し中の129期生香川山田梨央。おはようございます、集中して走ります、応援お願いします。今期からはコースも枠番を主張してステップアップを図ります、静岡本田愛。おはようございます、今節は新しいオーダーも加わって気合入ってます、笑顔で元気に頑張ります、お願いします。応援してください。レースに復帰しておよそ3ヶ月、今節が10代ラストの走りになります、地元東京植木美穂。おはようございます、最後まで一生懸命頑張ります、よろしくお願いします。年末の平和島に続いて東京は2度目の参戦、水神祭を目指す132期生は大阪田野凛。おはようございます、寒いですねけど最後まで熱いレースができるように元気に頑張ります、よろしくお願いします。以上ここまでダブルドリーム出場選手以外の34名をご紹介してまいりました。
ここからは順番としては明日の12レースのドリームセカンド、こちらの6選手まだ枠番決まっておりませんので登録番号順に、皆様にも改めてご案内しますけれども、山川美幸選手、寺田千恵選手、田口節子選手、廣中千紗選手、高田光選手、中村かなえ選手、この6人登録番号順でご紹介をして、その後今日の12レースドリームファースト、こちらの6選手、こちらはもちろん枠番皆様も出走表でご確認していただきたいと思いますけれども、枠番順にご紹介をして、まあ1分程度になりますかね、インタビュー形式で皆様にご紹介をしてまいりますので、ぜひともこちらもご注目をいただきたいというふうに思います。さあそれでは準備も整ったようでございます。まずは明日のドリームメンバー、明日の12レースドリームセカンドのメンバーからご紹介をしてまいります。登録番号順にまずはこの方の登場です。山川美幸選手です。どうぞ拍手でお迎えください。山川美幸選手でございます。よろしくお願いいたします。おはようございます。はい、山川選手、まあ、明日のドリームメンバーということで今お話を伺いますけれども、今日はあの6レース3号艇の1回走りということになりまして、はいはい、引いたモーターそんなに数字は高くないモーターですが、全県タイムは2位タイでした。どんな手応えでしたか？あの、まあ、伸び方っぽいテラでした。なるほど、はい、その特徴が出ていた数字ということ。んでもちょっと足合わせは回り足がちょっと悪いなと思ったんですけど、どうしようかな、叩くか効果どうしようか迷ってます。今ちょっと迷ってるというところなんですね。はいはい、あのそうした中でその昨日の状態で、例えばスタート特訓の勘具合であったり、そのあたりはどんな印象でしたか？スタート特訓の感じは、うん、まあ、まあ思ったより届くかなとは思いましたけど、うん、はい、そうした中で、まあ、近況といいますかね、割と淡水場も少なくないなという印象の今シリーズに向けての山川選手ですが、最近の調整というのはどうですか？あ、もう行き当たりばったりの調整です。なるほどね、はい、まず今日に関しては叩くかどうかまだ迷っているということですね、はいはい、さあそんな中でございますけども、もちろん実績十分という山川美幸選手でございます。最後一言メッセージをいただけますか？はい、とりあえず今日のレース見て明日勝ってください。はい、お願いします。山川美幸選手でございました。ありがとうございました。続いてはこの方の登場です。寺田千恵選手です。どうぞ拍手でお迎えください。寺田千恵選手です。よろしくお願いいたします。おはようございます。こちらのステージではもう本当に最近お話を伺ったという感じがいたしますけれどもね、はい、すぐ帰ってきました、ね、そうですね。ただそうした中、今回引かれたモーターが極めて数字の低いものでして、どんな第一印象でいらっしゃいましたか？なんか3節出てなくて、はいはい、なんか勝率順で年末年始は出しますで出てません、はい、前節の人も途中で帰ってます、はい、3節ぐらい前に中間整備が入って全部部品変わってます、はい、どうしたらいいと思いますまたかみたいな、はい、ちょっと最初の段階でどうなんでしょう、手応えとしてもまだ 何かを話せる感じではないような雰囲気なんです。それを踏まえて全権乗ったら、うん、はい、あら意外に進んでんじゃないと思ったんですけど、これがどうなんですかね。はい、あとはレースに行ってどうかということ、ね、そうですね、この間来ていろいろペラも試したんですけど、なんかパッとせずに帰ってしまったので、ちょっと作戦を考えてきたので、また全然違う方から始めてみようかなと思ってます。そうなんですね、まあ、そうした中でもね、前回は決定戦にも進出ということでもありました。今日は5レース6号艇が1回走りということになります。最後ファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、一生懸命走ります。勇気のある方買ってください。寺田千恵選手でございました。ありがとうございました。代わりましてこの方です。田口節子選手です。田口節子選手です。よろしくお願いいたします。はい、せっちゃんという大きな、ね、声援も飛びました。田口選手もクレイライということで、玉川ですが、今回引いたモーターはやっぱりあんまり数字がなくて 25.9%、 どんな印象でしたか？なんか年末サネモリさんがめちゃくちゃ整備しているなっていうのを横目で見てたやつだったんで、まあ、期待はそんなにしてないです。でこれが相棒になったんだっていう感じでしょうかね、現状としては。やばいかもしれないなとは思ってます。
ちなみに、まあ、前回はちょっとね、まあ、減点もあってという非常に残念なシリーズにはなりましたけれども、実際船足の仕上げ方調整としてはうまくいったシリーズだったんですか？まあ、そうですね、まあ、6号艇ばっかりで、まあ、人にもだいぶ迷惑をかけちゃったんですけど、まあ、精一杯やれることはやられたシリーズかなと思います。精一杯やってというのは、まあ、改めて今シリーズも同じ思いでしょうかね。まあ、いつも通りですね、はいはい。今日は4レース4号艇それから8レース6号艇の2走となります。最後にファンの皆様に一言メッセージをお願いします。今節も、精一杯走りますので応援よろしくお願いします。田口節子選手でございました。ありがとうございました。変わりましてこの方です。地元東京の廣中千歳選手です。どうぞ拍手でお迎えください。地元の廣中千歳選手です。よろしくお願いいたします。おはようございます。廣中選手に関しては暮れの戦いはやっぱり廣中選手ちょっとモーターには苦戦した感じだったんですか？そうですね、旋回の後期で間がありました。なんかだったんですね。はい。で今回引かれたモーターが実はあのドリームセカンドのメンバー比較的数字の低いモーター引かれちゃった人が多いんですが、廣中選手もそんなに数字はありません、はい、いかがでしょう？数字はないんですけど、うん、前節よりかは動いてる気がするんですけど、まだちょっとレース行ってないんで何とも言えないです、うん、はい。そうすると悲観することはないということ？あ、悲観はしないですですね、はい。早速3レースで登場ということにもなりますけれども、まあ、少しプロペラなんかは整えながらですか？昨日が結構乗りやすくて、そのまま朝乗ったら乗りづらくなっちゃって、はい、叩いたらさらに乗りづらくなったので、ちょっと3レースに間に合うかどうか分かんないんですけど、なんとかしたいと思います。あ、そうですか、はい。あと、まあ、スタートに関しては特訓の勘具合なんかはどうでしたか？まあ、こんなもんだろうなぐらいで、はいはい、なんとなく勘と合ってる気はします。わかりました。地元の戦いということになります。最後メッセージをお願いいたします。はい。前節の分を取り返すように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、廣中千歳選手でございました。ありがとうございました。変わりましてこの方の登場です。高田光選手です。どうぞ拍手でお迎えください。高田光選手です。よろしくお願いいたします。さて、高田選手に関しましては、はい、年末の戦いというのは、はい、まあ、ベスト6を逃したのは、まあ、ちょっと悔しいところは、はい、そうですね、もう年末がちょっと思うような調整ができなくて、あの完全燃焼を目標にしてたんですけど、だいぶ不完全燃焼で終わってしまいました。まあ、そういった意味ではね、はい、ここをまた晴らすシリーズにしていただきたいと思いますけれども、はい、ドリームセカンドの中ではある程度数字のある 38% 61号機、はい、いかがでしたか？年末に乗ったエンジンより前傾の手応えとしてはあのパワーあるなって感じました。前傾はトップタイムダントツでしたけれども、はいはい、ある程度手応えがあった。そうですね、はい。プロペラはもう年末にもうめちゃめちゃいろんなことをしたので、はい、唯一やってないことというか、はい、帰ってから猛烈に反省をして、あ、もっとああしとけばよかったな、こうしとけばよかったなっていうことを前傾はやりました。あ、そうだったんですね、はい。でそうした中で初日は内枠の2走ということになりますが、はい、今の状態で、まあ、内枠に向けても整えながらということになるんですか？そうですね、はい、ちょっと試運転しながら、うん、まあ、しっかりインと2コースでレースできるような、うん、仕上がりにしていきたいなと思ってます。わかりました。注目の集まる存在です。はい、高田光選手からそれではファンの皆様にメッセージをお願いします。はい。今節は年末の分まで一生懸命走ります。最後まで諦めないレースするので見ていてください。高田光選手でございました。ありがとうございました。そしてドリームセカンド最後はこの方です。中村かなえ選手です。どうぞ拍手でお迎えください。はい。今日も大きな声援が飛んでおります。中村かなえ選手です。よろしくお願いします。お願いします。さて、中村選手、クレはクイーンズクライマックスシリーズ優勝ということでもありました。まあ、あの時は船足も良かったですかね？そうですね、モーターかなり良かったです。はい、今回は、まあ、28%、 ただ前走者はゴンロクもなしという感じではありましたが、どんな印象でしたか？そうですね、年末のモーターと比べるとちょっとパワーは足りない感じはしました。あ、なるほどね、はい。ある程度調整を進めなら9レースが1号艇ですんでね、はい、しっかりと整えたいところですね、はいはい。
手の方もね、まあ、ちょっと寒いですよね、温めながら。いやいや、 いや、 やっぱり寒いです、確かにね。はい、ね、ある程度近況、そういった意味では、船足の調整というのもある程度スムーズにできることも少なくはないですか？そうですね、ある程度、はい、うん、回転が上がってくれてると調整しやすいです。あ、はい、そうなんですね、冬時期ということになります。では最後にファンの皆様に一言お願いいたします。はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。中村かなえ選手でございました。以上、ここまで明日のドリームメンバー6選手をご紹介してまいりました。続いては今日の6選手ということになりますね。こちらは枠番順にご紹介をいたしますので、ぜひとも大きな拍手声援よろしくお願いいたします。それではまずはこの方からまいりましょう。今日の12レースドリームファースト1号艇、森谷美穂選手です。はい、拍手でお迎えください。森谷美穂選手です。よろしくお願いいたします。おはようございます。はい、おはようございます。ありがとうございます。今そうですね、正面で見えておりますけれども、森谷美穂選手は昨日の全県日がお誕生日でございました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。指で示しながらというところでもありましたけれどもね。はい、さあ、森谷選手ももちろん年末に続いての玉川参戦となります。今回ヒーターモーターはどんな印象でしたか？そうですね、はい、昨日は回転がしっかり上がっていて乗りやすかったです。はい、まずは1走目7レース3号艇ということになりますが、そうすると、はい、まあ、大きなこれからバタバタすることはなさそうですかね。ちょっと朝乗ってみて回転が昨日と全然違ったので、はい、ちょっとプロペラ叩いて乗ってみたりはしたんですけど、ちょっとそれでもまだちょっと乗りにくさとかがあったので、はい、もう少し調整は必要なのかなって思いました。わかりました。前半が7レースの3号艇、そして12レースドリームファーストは1号艇の登場ということになります。はいはい、では最後にファンの皆様に一言いただけますか？はい、昨日たくさんの方にお祝いしていただいて、すごい幸せな日になりました。35歳も幸せになれるよう皆さん見守っててください。よろしくお願いします。あ、行きましょうね、せーの。ありがとうございます。よかったです。はい、森谷美穂選手でございました。ありがとうございました。実は暮れの時はちょっとうまくいかなかったって後悔しているところがあったようですので、今日は大きな声援いただきました。ありがとうございます。さあ、続いて今日のドリームファースト2号艇の長島真希選手です。はい、長島真希選手です。よろしくお願いいたします。最高です。今回ヒーターモーターは、まあ、2連対率としては一番高い74号機なんですが、どんな印象でしたか？はい、年末はめいちゃんが引いてて、うん、そう、私も一緒に走、そんなに競って走ってなかったんで分からなかったんですけど、まあ、整備士さんに聞いたら、うん、まあ、数字もあるんだけど9月10月が良かったんけど、うん、そこがなんかちょっと落ち目みたいな感じでしたけど、乗った感情は別に悪い感じはなかったです。あ、そうなんですね。はい、そうするとやはりバタバタすることはなくレースには臨めそう、はい、ということですね。まずは8レース3号艇からということになりますが、最近あまり走る機会もないんですが、玉川の勝率がちょっとね、出走表寂しい数字にもなってまして、今節上げますちょっとね、そうですね、はい、期待したいなというふうに思います。はい、あと長島選手、来年の1月にはやっぱり浜名湖で新しいプレミアム G1 が、はいね、スピードクイーンメモリアルというのがありますけど、やっぱり先頭走ったりするとちょっと意識したりはするものです。いや、めちゃくちゃしてるし、うん、多分年末武井ちゃんが出した6秒1が多分最速なんで、うん、それを超える走りをしたいと思います。はい、そのあたりも期待していただきたいなというふうにも思います。最後ではファンの皆様に一言お願いします。はい、いきますよ。どこだ、来ましたよ。まあ、使い回しの M ですがAAM でお願いします。せーの、AAM。ありがとうございました。長島真希選手でございました。さあ、続いて地元のこの方です。清水咲選手です。ドリームファースト3号艇の清水咲選手です。よろしくお願いいたします。さあ、清水選手は、まあ、クレーの戦いは 29% というモーターだったのが、はい、今回数字があるモーターを引きました。そうですね、はい、久々にいいエンジンが引けたので、はい、頑張りたいです。そうすると手応えもある程度ある感じですか？はい、年末よりかは動いてると思います。そうなんですね。6レースはまず2号艇で登場ということになりますけれども、はい、どうでしょう、内側でもしっかり戦えそうな雰囲気はある？そうですね、はい、うん、はい、調整としてはやっぱりプロペラ中心になるんですか？はい、まあ、外回りから、はい、やっていきたいなと思います。はい、今年の
戦い、まあ、今回はね多摩川ですけれども、今年に向けて何かこういうことを目標にしていこうとか何か考えることっていうのはあるんですか？そうですね、ちょっと波の激しい成績なので相変わらずもうちょっと安定した成績を取れるようになりたいです。今シリーズも楽しみにしたいと思いますので、はい、最後メッセージをお願いいたします。はい、今節も一層一層精一杯頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。いつも弾幕ありがとうございます。3号艇の清水咲選手でございました。ありがとうございました。さあ続きましてドリームファースト4号艇のこの方です。桜本あゆみ選手です。桜本選手です。早速準備もしているようでございますけど、はい、まずは、モーターのことから伺ってまいりたいと思いますが、今回、はい、桜本選手も数字のあるモーター引かれました。はい、第一印象いかがでしたか？そうですね、パワーがあって浮き足なんかも良さそうな感じがしました。やっぱりクレもそうですし、10月の混合戦もちょっと数字はあまり高くないモーターでしたから、それと比べてもいい感じですか？はい、そうですね、はい、それもあると思います。はい、そうすると例えばスタート特訓なんかもある程度スタートは届く印象だったり、はい、そういったところもあるんですか？そうですね、はい、それはまあモーターとしては安心できるところですね。はい、そうですね。はい、今回は5レース2号艇が今日は最初の走りということになります。内寄りでもしっかりレースできそうですか？そうですね、はい、パワーがあるので、うん、はい、しっかり前に押してくれると思います。はい、楽しみにしたいと思います。では最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、今年は辰年で、私も辰年なので竜のごとく一着に向かって駆け上りたいと思います。じゃあ、皆さんやりましたね。はい、いきますよ。ご賞はお願いします。せーの、えいえいえめ。ありがとうございました。ありがとうございました。桜本あゆみ選手でした。ね、だんだん皆さんも慣れてきているのか、少し声が大きくなってきているね感じもします。さあ続いてこの方参りましょう。ドリームファースト5号艇の土屋みなみ選手です。土屋みなみ選手です。拍手でお迎えください。ドリームファースト5号艇の土屋みなみ選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。土屋選手が今回引いたモーターは、実は年末のクイーンズクライマックスシリーズの時よりも数字はちょっと低めのモーターでして、はい、前件第一印象はいかがでしたか？そうですね、あー、こういう系引いちゃったなって思ったんですけど、うん、乗ったら意外と進んでたので安心してます。なるほど。この後、まあ、3レースでレースはすぐですので安心できる状況なのはまあ少し良かったかなというところですね。そうですね、でもだいぶ物足りなかったので、うん、もう前件の段階で整備したので、うん、はい、それが結果につながってくれたらなと思います。そういう意味では3レース3号艇、そのレースというのもご注目をいただきたいというふうに思います。実は玉川は今回レースは4回目、ね、そうですね、あんまり走った記憶はないです。このステージで喋ってる印象の方が強いかもしれませんね、土屋さん。トークショーですか？確かにそうです ね、 ね、そうした中ですけれども、比較的先月なんかは玉川の前も天ヶ崎で淡水場も続いてましたが、調整というのは比較的うまくいっていた感じですか？どうでしょう？淡水がもともと苦手なんですけど、まあ、旦那さんが正月レースで玉川優勝したので、はい、そのまま情報はもらってきたので、それをそうですね材料にして頑張りたいです。そうですね、ある意味玉川といえば年末はそのご夫婦でというのがね力になっての活躍もありましたから、はい、ここも楽しみにしたいと思います。では土屋選手から最後一言メッセージお願いします。はい、優勝のバトンを受け継げるように頑張ります。応援よろしくお願いします。共に笑いましょう。ドリームファースト5号艇土屋みなみ選手でございました。ありがとうございました。最後にこの方です。ドリームファースト6号艇の藤原夏樹選手です。地元の藤原夏樹選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。いいですね、かっこいいという声援は。ありがとうございます。はい、藤原選手のモーターも 30% で数字は高くないんですが、前回まあ優質もありました。第一印象いかがでしたか？昨日乗った感じは全然そのままでもいけそうな感じです。あ、そうなんですね。はい、4レースですからそんなにお時間もないところ、そのまま行く可能性もそうするとある。もう1回行ってみようとは思います。うん、そういう印象ですね。はいはい、2号艇というのが1回目の走りになりますが、近況を見ますと2号艇の成績がすごくいいなって思うんですが、得意なイメージあるんですか？で、そうですね、結果がいいんで、はい、結構得意な方とは思ってます。あ、
言わせちゃいましたか今ちょっとそうですね誘導尋問でしょそうですねでも本当にね成績は上がっているというね2号艇の近況の藤原選手ですけれどもそうするとそのレースが終わってまあ場合によっては12レースまで何か作業をする可能性はあるけれどもということですねそうですねはい、はい近況まあ前回も尼崎で淡水場でした調整というのは進み具合というのはどんな印象ですかちょっと正直玉川がすごい調整苦手なイメージあるんで、とりあえず昨日乗った感じはいいんで、これをベースに調整しておこうとは思うんですけど、はい、そういうところも含めて、いいきっかけのシリーズになるといいですね、はい、はい、楽しみにしたいと思いますでは最後一言ファンの皆様にいただけますかはい、優勝を狙って頑張りますお願いしますドリームファースト6号艇藤原夏樹選手でございましたありがとうございました確かに手を振る感じもかっこいいなというね藤原夏樹選手でございましたけれども最後はインタビュー形式で今回のメンバーですね46名ご紹介をいたしました今日から6日間の戦いということになります女子戦も続いて本当にね熱い戦いが続く玉川ですそれから熱い戦いという意味ではオールスターのファン投票が始まっておりますで今回は SG オールスター、まあ、こちらね、今日は玉川の方でもそのファン投票をすることができますけれども SG のオールスターはもちろん舞台はここですので、ぜひともね、皆様投票いただきたいということそれから今回に関しましては実はレディースオールスターというのは琵琶湖で来月あるんですが年度が変わる中で先ほどもお話しましたが浜名湖の、スピードクイーンメモリアルが来年行われることによりましてレディースオールスターの時期が変わって今度は5月に宮島で行われるんですよねで今回残念ながら広島の選手は一人も参戦されてないんですがそちらの投票も一緒に行ってますのでね、ぜひとも皆様そちらにも1票加えていただきましてですね、お楽しみをいただければというふうに思います、今日は本当に冷たい寒い中でございますこれ何が映ってるんですかこれあどこだまねそういうことですね今何に声援をしているのかなというのが分からなかったんですはい、ぜひともねこの後は10時30分が1レースのスタート展示開始ということになりますのでぜひともこの後は水面にご注目をいただきたいというふうに思います本当に皆様朝早くからお集まりいただきましてありがとうございましたこの後はレースでお楽しみくださいありがとうございましたごめんなさいねワンショットの方が良かったですね